ウガリット遺跡、ラタキアから数キロメートル北のラスシャ村ラ,ラスシャンラにある古代の港湾都市ウガリットから出土した石灰石製のエジプトの石碑。エジプトの象形文字が書かれているウガリットは地中海東岸、現在のシリアアラブ共和国西部の都市ラスシャ村にあった古代都市国家。当時の国際的な港湾都市であり、西アジアと地中海世界との接点として文化的。 政治的に重要な役割を果たしたと考えられている。紀元前1450年頃から紀元前1200年頃にかけて都市国家としての前世紀を迎えた。この遺跡から見つかった重要な文化には独自の表音文字、ウガリット文字とユダヤ教の聖書へとつながるカナン神話の原型とも言えるウガリット神話集がある。ウガリット一帯にはすでに新石器時代には 人間が居住していたと見られる。紀元前6000年頃には重要な場所であり、集落全体を壁で囲い、守りを固めていた。後にメソポタミアと文化的に交流が始まり、紀元前3000年期後半からは、西、セム人の都市国家として繁栄。紀元前18世紀には、フリジ人もこれに加わった。文字資料にウガリットの名が書出するのは、 近くの遺跡エブラから発見された、紀元前1800年頃の年度版文書である。ウガリットは、紀元前16世紀頃より、エジプトの影響圏に入り、政治、軍事、文化的に、エジプトの影響が浸透し、エジプト人守備隊が駐屯していたこともある。ウガリットがエジプトと接触した最古の証拠は、ウガリットからの出土品のうちの抗玉髄のビーズで、 エジプト第十二王朝のセムウセレト1世からのものと判断された。また、セムウセレト3世、アメンエムハト3世からの石碑や像も出土している。ただし、これらの遺物がエジプトからもたらされた年代が、これらのファラオたちの知性と同時期なのかどうかについては定かではない。シリア方面からエジプトにヒクソスが侵入した時期には、 ウガリットもこれに関係すると見られる民族の手に落ち、エジプト風の記念碑などは破壊された。紀元前16世紀から紀元前13世紀にかけてのウガリット前世紀、エジプト焼プロスとは緊密な外交関係があった。紀元前1350年頃にウガリットの王族がエジプトへ出した書簡がエジプトのアマルナから発見されている。 アマルナ文書によると、紀元前14世紀半ば頃に、市外は大火によって破壊されたが、再びエジプトの影響下の貿易都市として復興したことが伺える。紀元前13世紀初頭には、エジプトヒッタイト間でシリアをめぐる勢力争いがあったが、この際には、ヒッタイト側に立った。ヒッタイトのシュッピルリウマ二世と同時代に、ウガリットには、 アンムラピという王がいたことが分かっているが、その知性がいつからいつまでであるかは定かではない。この時代の市内外からは、多くの墳墓が発見され、その副葬品によって、ウガリットには、キュプロス、クレタ島、ミウケ内など、エーゲ海周辺の出身者が住んでいたことが知られる。出土品には、土器や、金属製武器、金属器、造毛製品、アクセサリー類があったが、 その他の目立つものに、心臓や、放納石板があり、それらは、最主張の家の文書館から出土した、年度版文書中の宗教文学の内容に、対応している。ウガリットは、青銅器時代の末期、紀元前1200年頃、海の民の侵入によって破壊された。ウガリット遺跡のうち、町の破壊の跡が残る層からは、ヘラディック気候機5の土器が発見されているが、 ヘラディック期後期ファイクの土器は発見されていない。ウガリットの破壊の年代は、後期ヘラディック期の土器の年代推定にとって重要である。また破壊された時期の地層からはエジプト第19王朝のファラオ、メルエンプタ派の命のある剣が見つかっており、後期ヘラディック期ファイクの開始年代は、メルエンプタ派の地勢より、後の紀元前1190年と推定されている。 1986年に発見された設計文字文書によれば、ウガリットの破壊はメルエンプタ派の死後であり、ウガリットの破壊は紀元前1202年から紀元前1190年の間と見られている。エジプト第2十王朝のラムセス3世の治世8年目には、すでにウガリットは破壊されていた。地中海からメソポタミアに至る広い範囲の文明が、この時期に、 海の民によって破壊された。筆体との首都ハット社の破壊がウガリットの破壊より、前か後かも論争の的となっている。ウガリットから発掘されたバール神の心臓、ウガリットは長らく忘れられた都市であったが、1928年に付近に住むワラウィー派の農民が海辺の畑の中から偶然古い墳墓を見つけたことから発掘につながった。 最初に見つかった部分は、ウガリットのネクロポリスであり、発掘が進むにつれ、港町で、かつチングリス川、ユーフラテス川流域への内陸交易路の出発点でもあるという重要都市であることが分かり、また、メソポタミアのウルやエリドなどとも並ぶ、都市文化の故郷であることも分かってきた。ウガリットからは、八つの中庭の周りに90の部屋を持つ王宮が発掘されている。その他、 町には、個人用の大きな住宅多数や、二つの個人図書館も、あり、外交文書、近隣諸国との往復書館、裁判文書、経済関係の記録、不動産取引記録、教育用文書、文学書、宗教文書など、設計文字で書かれた年度版多数が発見された。町は丘の上に作られ、その頂上には、イルガミの息子、バールの神殿と、 ダゴンの神殿の二つが立っていた。ウガリットの遺品としては、紀元前14世紀、紀元前13世紀の豊富な出土物が知られ、特に重要視されているのは、粘土版文書である。設計文字の粘土版がまとまって出土した場所が遺跡内の数箇所にあり、これらは、王宮内の図書館、神殿内の図書館のほか、当時の世界では珍しいことだが二つの個人用の、 図書館であったと考えられている。発見された文書は皆、ウガリットの末期にあたる、紀元前1200年頃に遡る。ウガリットで発見された、粘土版に使用されている言語は、この地で初めて見つかった、ウガリット語、メソポタミアの古典に用いられたシュメール語、当時のオリエントで外交などに広く用いられた、アッカド語のほかフルリ語、ヒッタイト語、古代エジプト語、設計文字、 ルイ語、ミノア語などであった。使用された文字は、アッカド語設計文字が最も多いが、古代エジプト語やヒッタイト語のヒッタイト語設計文字、英ゲ海域に由来する音説文字なども見られる。この中で特に注目されることは、設計文字を簡略化した独自の文字ウガリット文字の存在である。これは、ウガリット語とフルリ語の表記に用いられた。ウガリット文字の文書には、 経済、行政、外交に関わる三分のものと、ウガリット神話や祭儀、除地詩などの陰文のものがあり、教科書や辞書も存在する。ウガリット神話集は、河南地方のバール人崇拝の大元となる物語集であった。ウガリット文字、ウガリットから発見された文書は、紀元前1400年頃に、ウガリット文字が生まれたことを示している。これは、設計文字を元にしたもので、 粘土板に足の茎を押し付けて書かれるが、表意文字として使われる、シュメール語などの設計文字とは異なり、母音を表示せず、子音のみを表す、表音文字であり、字数も合計30文字しかない。現在のアルファベットの起源となる、フェニキア文字が先に生まれたのか、うがりと文字が先に生まれたのかについては、議論がある。もし、 フェニキア文字が先に誕生していたとすれば、ウガリット文字はフェニキア語のアルファベットに倣って、同じセム語派のウガリット語を表記するために、設計文字を簡略化して作られたことになる。これらの文字の多くは、形態はあまり似ていないが、標準的な文字の並び順は強い類似性を示しており、二つの文字体系が完全に独立して作られたのではないことを示唆する。フェニキア文字は、 その後公益を通じギリシャなどに広がり、ギリシャ人の手で、いくつかの文字が母音を表すように変えられ、現在のギリシア文字へ、さらにローマに伝わりラテン文字へと変わっていったが、ウガリット文字の方は、現在の文字体系へつながっていない。ウガリットから発見された年度版文書には、物語詩の形式で書かれた神話が多く含まれている。これらの詩を記した。 粘土版の破片のいくつかは一つの物語史として同定されている。現在では、ケレトの伝説、文化英雄であるダネルとその息子アクハトについて書かれたアクハトの伝説、バール神とヤムモウト両神との闘争を描いたウガリット神話、その他が知られている。これらの文書の発見は、聖書研究にも大きな意味のあるものである。これらの文書は、 イスラエル各種族のカナンへの入植に先立つ時代のカナン神話に関する詳細な記述を最初に明らかにしたもので、旧約聖書に見られるヘブライ語文学とは神聖なものに対する想像力や詩の形式などにおいて共通するものがある。ウガリット神話の詩は古代オリエントの知恵文学と共通する部分が多く、後のヘブライ語の詩に見られるような追句法、陰律などを含み、 文学作品としての旧約聖書の新しい評価を導き出した。また、ウガリットからは、古リ語で歌らしきものの書かれた粘土版も出土しており、現在のところ人類最古の歌である。ありがとうございます。